今、何が起こったの？まさか、死刑の執行が終わったの？この激しい光は、何かの目くらましかい？なんだか今、とんでもないことが起こったような気がするよ。みんな無事で、海にも溶けてないんだから、きっといいことかも。そろそろ終わりにしよう。あのクジラを中罰する。え？でもあのクジラは倒せないって言ってたよな。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら、私はこの星の原始大海の力をクジラの体内から剥離させられる。今こそ追撃の時。旅人、ユシキの機能が失われた今、正義を執行するために処刑人が必要だ。フォンテーヌのすべての災いの元凶、予言を具現化した教授、その名も鈍性のクジラ。さあ、私についてきてくれ。処刑の時間だ。できる限り原始大海の力を引き離した。しかし奴の体はあまりに巨大で、その根源に触れることはできなかった。だが内部から激化する機械を見つけられるならば話は別だ。君に古竜の力を分け与えよう。一緒に機械を探してほしい。あれの悲しみが敵意に変わっていくのをひしと感じる。鈍性のクジラは飲み込みたいという本能に抗うことができない。引き続き、奴の敵意を刺激すれば、機会は訪れる。ここより灼滅の時。やっ、はっ、そこ、はっ、やっ、見切りました。すでに加護を与えたゆえ心配する。機械をつかみ取り、私の力を使って内部から奴の根源を制圧してくれ。痛くしちゃうかも。知識はあなたにも。後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として素振りを300万回やらねば。
さっきの力、何者だ？多分今言ってた内容からしてタルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなどどう考えても妙だしな。力の差が激しいし触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。ただまあ干渉性は確かに悪くない。何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分だけど大事なところはそこじゃないと思うぞ。大事なところ？おう、大事なのはそのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない、彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん、師匠の知名度が足りなかったか。ふむ、極悪鬼という称号を聞いたことはないか？極悪鬼？それも聞いたことがないのか。なら預言者ベズルフェルニルは黄金レインドットならどうだ？レインドット知ってるぞ。魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。ほう、その名は知っていたか。今挙げた称号と名は師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれでお前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠もレインドットと同じ類のものと言える。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ、さっき預言者とか言ってなかったか？おいらの聞き間違いか？それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦っていた時、全ての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力はこの星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えばフォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っているはずだ。つまりお前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。